笠間隆タカシ隆雄は日本の外交官。戦前日本においては数少ないイスラーム権に関する専門家の一人であり、またアーマル事件の犠牲者としても知られている。東京府東京市神田区神田末広町の出身。富山県出身の市範学校教師で新職の野中、竹尾の三男として生まれ、母方の笠間家を継ぎ、石川県金沢で育つ。 一校を経て1909年に東京帝国大学法科大学政治科を卒業、高等文官試験に合格し、鉄道院参事として米国に駐在。1918年に外務省参事官兼外務事務次官としてパリ講和会議に参加し、平和条約実施委員としてフランス滞在。1922年に外務省情報部第二課長となり、 九百二十三年に在イタリア、日本大使館一等書記官として、トルコに出張し、日本政府外交担当者として、駐在、九百二十四年在ルーマニア、日本公使館一等書記官。機九百二十六年、在フランス日本大使館参事官を歴任。九百二十七年、国際労働理事会日本政府代表となり、以来国際労働機関の政府代表として、 ジュネーブ駐在。九百二十八年に開催された第二回、国際移民会議日本代表を務め、ペルシャ講師、ポルトガル講師を歴任して九百三十八年に、退官。百三十八年発足の国策研究機関、太平洋協会の常務理事に就任し、太平洋戦争開戦後の九百四十二年には、陸軍省軍属、陸軍事政長官に任じられ、 南方占領地の調査事業の内太平洋協会が分担していた旧援領ボルネオに赴くことになった。1943年1月よりボルネオ守備軍司令部付調査局長を務め、1945年3月に陸軍省軍務局付となった。しかし1945年4月1日、当時日本軍の占領下にあったシンガポールから、 輸送船アーマルにて日本に帰国する途中、アワマルが米潜水艦に撃沈された際に死去。ありがとうございます。